はい、皆さんこんにちは。りなです。だかです。エイティブログです。夏です。夏納めに来ました、はい。本当にもう秋ですよ。そうだね、もうだいぶ涼しくなってきたね。でも私たちは夏に川遊びをしたいと思って、でいつの間にかに秋になっちゃってタイミングを逃しました。なので今日は夏納めの川遊びにやってきましたということで、今豊田市の山奥にある川に向かっています。目の前には橋が見えますね。めっちゃかっこいいよこの橋。大滝、うわいい感じじゃん雰囲気この橋。うん、だんだん近づいてきました。川に降りてきました。川の横まで。奥でバーベキューしてる。やっぱり、うん、そう、川に飛び込みますこの後。わお、すごい。なんでカマキリ止まってるやん。なんで私に止めたの。飛んできたってこと。そうだよ。すごっ、びっくりした。ちょっとどこかに行ってもらえますか。すいません。めっちゃ攻撃態勢じゃない。うわ、届く。うわ、とどろ、うわ、とどろ、到着。ちなみに下は草だらけ。あ、忘れた、虫刺され盗の忘れた。さすが社長。周りに人誰もいないからよかったね。はい、で、虫に食べられないようにということで入りましょうか。じゃあこれを脱ぐよ。やる気ですね社長。ハム、よし、ダイブ。寒だいぶ冷たい。置いて、秋だよ秋。今葉っぱが目の前に飛んできたよ。どうですか気分は。夏納めの気分はどうですか社長。普通に秋だよっていう気分だよ。マジで水切れだね。そうだよ。冷た。でもそれにしてもこの水はねめちゃくちゃ綺麗。うん、本当に綺麗。なんか遠い。あ周りの子供びっくりしてるよ。やめようやめよう。あ、気持ちいい。伝わりますかねこの綺麗さ。わかんない、カメラで伝わるかわかんないけど。これザ透明。あ、伝わってると思うよ、この綺麗さ。なんかめっちゃ入りたくなってきた。あの、ペチャペチャ泳ぐことはないよ。泳いだら、腹、ズタズタになるけど。もうちょっと向こうに歩いてみる。ああ、いいね、やっぱなんかこれぐらいの浅いのもいいね。上流までやってきました。周り見渡すとね、みんな服着てるよ、上。外国人のレナさんだけだよ、脱いでる。外国人と子供。あ、上に行くとあれだ、ちょっと岩がゴロゴロしてて流れが急になってる。行きましょう、行きましょう。あっち、あっちを通ってくる。うわ、めっちゃ深い。あっちを通ってください。めっちゃ深い。あっちを通ればどう。水の底見れないぐらい深い。そう、気をつけてね、転ばないようにね。今俺が押したらどうなるか分かる。皆さんがブチ切れることになるよ。皆さんがブチ切れたところは怖いよ。なんでそんな深いの。あっちみんな知らないかもしれないけど、皆さんブチ切れると怖いから。そうだよ。あ、だんだん岩がね出てきた下に。上流に行くとやっぱそうだね。でもこの靴がいいよ。足が出てきた。なになにやめろ。どうした。やめろやめろ、はい、ほら危ない、はい、頭打ったらやばいよ。いや、頭打たないように。あ、めちゃめちゃ綺麗だよ。うわ、すごっ。あ、すごいじゃん、あの奥とか。あ、もう流れめちゃくちゃ急じゃん。いけないいけない、もうここが深いし、あっちも深い。本当だ、こっから先深いね。めちゃめちゃなんかもののけ姫感があるよ、ね、本当だ。オオカミが出てくるかもしれない。モロが出てくるかもしれない。やだ。めちゃめちゃいい。あ、いい感じじゃん。わー、
もう完全に岩だ。転ばないよね、これ滑ると思うよ下。危な、俺が行った突発に危な。転んだら転んだで動画的には面白かったよ。やだ、本当に気をつけてね。私はこれ着替えのズボンがないよ。そうだよ、じゃあゆっくり行きましょうか。本当にヌルヌルしてるよ。わあすごいじゃんここ、ね、はい終わり、戻りましょう。おいおい、喧嘩になるよ。やるぞ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 。あの散歩道あるよ。宮川散歩道って書いてある。歩けんのかな、わかんない。こっちからこう、チャレンジです。おお、河原遊びの定番といえばこの石の投げてチャプンチャプンさせるやつ。はい、チャプンチャプンさせるやつ。名前なんて言うんだっけこれ。そういう言い方なんだね。レナさん、何回どっちができるか勝負しようか。そうそう、その勝負。帰り、今日の夜ご飯かけましょうか。私上手だよ。はい、じゃあレナ先行。はい、2回半。意外とできるやん。こういうのセンスあるタイプの子だから。もう生まれつき、いや、うん、何でもできちゃうタイプの子だから。うん、行きます。あの、5回行ったけど、あの、ちょっとアウトだろ。なんか水から出ました。そんな感じでした。はい、ということでこれで夏2021年夏終了です。終了しました。収めましたね。いい感じで収められたよ。はい、まあね、気持ちよかった今日。うん、そうそうそう、よかった。皆さんもぜひ夏収めしてない方はもう残りわずかなので、はい、今週末来週末で収めに行ってください。はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。